マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはリンゴ酢ってダイエットにいいなっていうのをご存知かもしれませんが、まあ、リンゴ酢といってもお湯で割って飲むくらいの飲み方しか知らないなっていう方も多いのではないでしょうか。そこでこの動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢をさらに美味しくできるレシピがわかるんです。もしあなたがリンゴ酢ダイエットしてみたいなとご興味おありでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、簡単リンゴ酢ダイエットについてお話ししていきます。お話の流れはこちらです。1つ目、リンゴ酢のダイエット効果について。2つ目、リンゴ酢ダイエットの簡単にできる美味しいレシピ、実演交えてお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。では1つ目の項目です。リンゴ酢のダイエット効果についてなんですが、私もリンゴ酢大好きで、もう毎日欠かさず飲んでるんですね。ただ毎日ですからやっぱりね、飽きます同じねレシピばっかりだと飽きるので、すごくね工夫していろんなねレシピ作ってるんですよね。その一つを今回ご紹介しますが、この前にですね、リンゴ酢のレシピ私いっぱい動画アップしてますので、この動画を見終わった後にぜひ他のリンゴ酢ダイエットのレシピもチェックしてみてくださいね。でそもそもなぜリンゴ酢がお酢の中でも一番ダイエット効果が高いのかっていう、その理由があります。ちょっとこちら見てくださいね。リンゴ酢自体がもうとにかく脂肪を燃やしてくれる効果が高いお酢です。そしてその結果基礎代謝が上がって脂肪もつきにくくなりますね。そしてなんといっても太るもと、食べた時に上がる血糖値の急上昇をリンゴ酢がぐっと抑えてくれることによって、脂肪をため込む、ね、率をまあ減らしてくれているっていう、こういった効果があるからなんですね。これがダイエットの効果の裏付けなわけです。またいろんなお酢ありますよね。どれもいいんですよ、あの無添加で良いものであれば。ただリンゴ酢がお酢の中でもこの酢酸っていうね働きが一番強いので、あなたの腸がね元気で動いてくれるようになるんですよね。そこがまたリンゴ酢の良いところです。結果腸が元気になれば根本的に善玉菌が増えて痩せ体質になることができるんですよね。一石何鳥もあるわけです。そして満腹感も得やすいので、朝例えば飲まれますと一日の食欲を抑えることもできますので、朝ごはんの時に一杯飲むのもおすすめです。私もそうしてます。そしてカリウムが豊富なので、むくみもなんと改善してくれる効果があるので、見た目もすっきりなるということでね、私たち女性にとっては本当にね嬉しいお酢になるんですね。リンゴ酢のダイエット効果もよくねお分かりになったと思うんですが、注意点があります。じゃあねリンゴ酢って痩せるんだと思って購入する時のポイントがあるんですね。逆に太ってしまうリンゴ酢もありますから、ぜひね購入される時はこの以下のポイントについて押さえてから購入してみてくださいね。まずリンゴ酢を手に取ったらですね、裏の原材料名をチェックしてみましょう。そこにリンゴ果汁 100% のみでできてるリンゴ酢がイコール痩せるリンゴ酢になります。プラス、まあ、オーガニックだったり有機栽培 JAS マークがついてるリンゴ酢がなお良いですよね。でもちろん無添加でお願いします。ここにたっぷりとね甘味料が入ってたり、人工甘味料とか香料、着色料、保存料などなど余計なものがいっぱい入っている、特にねストレートタイプで飲めるようなリンゴ酢、要は飲みやすくしてあるわけですよね。そういったのはリンゴ酢ではありません。なので気をつけてくださいね。ポイントは純リンゴ酢を選ぶことになります。ではここから2つ目の項目に入ります。どうやったらそのダイエット効果の高いリンゴ酢をさらに美味しく飲むことができるのかっていう、その簡単なレシピご準備しています。その時に使う材料がリンゴ酢以外にこちらになります。1つ目はバナナをなんと使うんですよ。皆さんお楽しみにされててくださいね。バナナはもうあなたの腸内環境をとにかくね整えてくれるフルーツになります。食物繊維が豊富であったり、また実はバナナにも
リンゴ酢と同じ効果、血糖値の急上昇を抑えてくれたり、まあ、カリウムが豊富なのでね、むくみ改善にもなります。でまた腸内環境を喜ぶオリゴ糖もしっかり入っているフルーツですから、ぜひねセットで使うとさらにダイエット効果がアップ、また便秘改善にも役立ちます。そして甘みをつけるときによくね、こういったあのリンゴ酢ドリンクの、まあ、サワードリンクで角砂糖とかね使うレシピもあると思うんですが、やはりまあ砂糖は砂糖ですからダイエット向けではないなと思います。そこで私が代わりに使うのは天然の純粋の 100% の蜂蜜を使います。蜂蜜はですね、まあ、もちろんカロリーは高めなので取りすぎは NG なんですが、適量取られますとなんとね、脂肪を燃やす効果があるアミノ酸がいっぱい入っているので、あなたの脂肪を燃やしてくれる効果も蜂蜜で得ることができる。そして腸内環境を整えるバナナと一緒、オリゴ糖も入ってるんですね。また脂肪燃焼効果をアップしてくれるポリフェノールが入ってたり、もう何よりもねお砂糖と比べて栄養価がめちゃくちゃ高いんですね。ですからこういったものを摂ることで栄養不足も解消できて、結果痩せるホルモンができて痩せ体質になることができるんです。ではここから材料と作り方、そして効果的な痩せる飲み方ポイントについてお話ししていきますね。途中実演の動画も入れますので、ぜひ参考にしてみてください。ではまず材料です。バナナサワードリンクの原液の作り方ですね。まずは純リンゴ酢を 200ml、 そしてバナナ1本、蜂蜜大さじ3、そしてこの材料を入れる保存容器、できれば瓶状でしっかりと蓋ができるものを選んでくださいね。そして作り方です。その保存容器に材料を全部入れます。まあ、もちろんバナナはねカットしてくださいね。そして半日そのまま置いておくんです。そうした後冷蔵庫で一旦保存します。でね、それから、まあ、すぐに飲めるというわけではなく、1日1回瓶ごとこうフリフリとよくかき混ぜていただいて、まあ、大体1週間ぐらい経ったら完成になります。ただこのまま飲むものではありません。天然水などの 200ml、まあ、コップ1杯ですね、コップ1杯に対してこの原液を大さじ1程度入れてよく混ぜて美味しく召し上がってみてください。それではここから実演の動画スタートです。どうぞ。ここからさらにダイエット効果を高める飲み方ポイントについてお伝えしていきます。まずは食前に1杯飲んでみてください。そうすることで満腹感を得ることができますし、血糖値の急上昇も抑えたりとね、そういった1日のスタート、特に朝ですよね、飲まれるとそういった状態をキープしやすくなります。そして1日でもね、とは言っても飲みすぎは NG です。たくさん飲んだからといって効果が得ることができるわけでもないです。だいたいコップ2杯程度までに収めてください。そしておすすめはホットか常温でお願いします。これをキンキンに冷やしたりとか氷を入れてね冷たくする、そういったのは逆に太ってしまいますから、まあ、なぜかというと腸が冷えちゃってね、代謝が落ちちゃうからなんですよね。なので痩せたいと思う時は必ず常温かホットで飲んだり食べたりしてみてください。ただ体質改善も含めますから、 1,2 週間だけで効果を得るというよりも、まあ、だいたい 3,4 ヶ月、まずはまあ12週間以上を続けてみてくださいね。そして最後ですが、
胃が弱ってる方とかちょっと胃の調子が悪い方ですね、そういった方はお腹が空きすぎている時にですね、いきなりお酢を飲んでしまうと調子が悪くなってしまう可能性もあるので、胃が弱い方は食前もしくは空腹時に飲むのは避けましょうね。食中でもねいいですから、無理のない範囲でまずは続けてみてください。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめです。まずはダイエット効果の高いお酢の中でもリンゴ酢を使ったドリンクを飲みましょうでしたね。その時に今回材料は腸内環境を整うものを使っていました。また飲みすぎとかね、冷やしすぎには注意ですよってことで飲み方のポイントもお伝えしました。ぜひ今すぐおできになると思いますので、一つずつね準備していただいて取り組んでみてくださいね。とっても美味しいです。で残ったそのバナナはですね、私はヨーグルトに入れたりとかね、なかなかね美味しいんですよ。トッピングとして使ってみてくださいね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。